歪みディストーションエフェクターディストーションボス射製、コンパクトエフェクター、DS-2 ターボディストーション音響を機器におけるディストーションとは、講義には音像の歪み、またその歪んだ音色そのものを指す。競技では意図的にその音色を得るためのエフェクターや機器のうちの一分類を指す。競技のディストーションはエレキギターで最も多用されるが、エレキベース、 電子オルガン等にも利用されるほか、ボーカルのエフェクトとして用いられる場合もある。クリッピング波形の種類、ソフトクリッピングとハードクリッピング。ディストーションは、後者と関連付けられることが多い。主にエレキギター等の音響信号を、増幅回路で増幅した後、クリッピング素子に課題入力として与えることで、意図的に歪ませる。クリッピング素子とは、入力信号を、 ある電圧以上にさせない素子であり、ディストーションにおいては多くの場合ダイオードが用いられる。英語のディストーションは日本語の歪み一般にあたり、日本では物理、工学と電子、音響の世界でこれを区別するために、物理、工学的なものを歪み、電子、音響的なものを歪みと発音することが観光となっている。また、オーバードライブがアンプの酷使。 過負荷状態を指した言葉なのに対し、ディストーションは歪みそのものを指す言葉である。楽器演奏者やエフェクターメーカー等の業界では、オーバードライブに比べて、より荒々しく効質で深い歪みを得るもの、という認識が一般化している。しかし、同じく歪みを得る目的のエフェクターである、ファズ、オーバードライブの区別は、ある程度まで感覚的なものであり、明確な範囲はなく、 定義は曖昧である。まず旧来の宗ヤで原始的な音色のファズとは差別化し、その中で比較的マイルドで柔らかい音色が出せる方をオーバードライブ、より荒々しく効質で深い歪みまで達することができる方をディストーションと名付ける傾向は指摘できる。しかし、いずれも基地の代表的製品の音色、イメージに影響を受けたネーミング次第であり、 上述のように回路の種別などから見ても明確な定義は存在せず、一台でカバーする範囲が広い、製品も多い。したがって、エフェクターの製作者が、これはディストーションであるあるいは、これはオーバードライブであるといえば、そのように認識される傾向がある。一例として、ボスのエフェクターを見ると、批判転増幅回路を形成する、オペアンプの出力側に、 クリッピングのダイオードを挿入しているものには、ディストーションの名称が用いられており、オペアンプの反転入力端子と出力端子との間、すなわち、機関回路にクリッピングのダイオードを挿入しているものには、オーバードライブの名称が用いられている。ただし、増幅回路の出力側に置くクリッピング素子がダイオードでなく、真空管やヘッドである場合には、よりアンプの歪みに似せている。 という意図を込めて、オーバードライブとネーミングされている場合が多い。ザビックマフ、パイページ。きっと例、2016年1月28日閲覧。ボス DS-1 回ロズ。ホームメフックス。2013年10月2日閲覧。ボス SD-1 回ロズ。ホームメフックス。2013年10月2日閲覧。ありがとうございます。